ンドアップランガード。俺のターン。スティーブにライド。スティーブのスキル、ソウルのマットをコール。ソウルチャージ。ターンエンド。俺のターン。フォートにライド。ベースのスキル1枚ドロー。フォートでアタック。コールはしないか。ターンエンド。俺のターン。リチャードにライド。リチャードのスキル、マットをソウルに入れ1枚ドロー。リチャードでアタック。ガード。へえ。ターンエンド。俺のターン。ルクスにライド。フォートのスキル、手札のグレード3を2枚公開。山札の上から1枚コール。ルクスでアタック。ノーガード。スパラーレでアタック。ガード。ターンエンド。本当に本気なんだな。お前もな。行くぞ。ディアブロス・バイオレンス・ブルースにライド。ブルースでヴァンガードにアタック。ノーガード。スインドライブ。ターンエンド。そう、あんたが動くのはこのターンじゃない。ああ、分かってるよな。俺のターン。頂の天帝バスティオンにライド。ルクスのスキル、手札のグレード3を3枚公開。1枚ドロー。スパラーレをコール。スパラーレでアタック。ガード。ユニットはそれだけか。ああ、やけに控えめだな。バスティオンでアタック。ノーガード。ファーストチェック。フロントトリガー、前列のユニット全てパワープラス1万。セカンドチェック。ノートリガー。グレード3は出なかったか。そうだな。ダメージチェック。スパラーレでアタック。ガード。ターンエンド。最低限のカードでやりくりしてダメージも最小限に抑える。お利口なカードさばき。それで本当に良かったか。お前がお利口さんしてる間に俺の火はついたぞ。塔を滅せんとして光を増すかな。俺が俺を超える時が来た。一気加速。ディアブロス・アライバルド・ブルースにライド。グレード4。ひれ伏す時間を与えてやるよ。ライルをコール。スキル発動、パワープラス5000。さらに2枚ソウルチャージし、ソウルから1枚コール。グングヌラームのスキル、ソウルチャージ。レナードとグングヌラームをコール。ソウルチャージ。さらにグングヌラームをコール。ソウルチャージ。叩き潰す。レナードでアタック。ガード。アタック。ガード。ブルースでアタック。ノーガード。トリプルドライブ。フロントトリガー、前列のユニットパワープラス1万。ここからが本番だぜ。アライバルド・ブルースのスキル発動。カウンターブラスト1、ソウルブラスト5、前列のユニットすべてスタンド。ターン中ドライブマイナス2。再びアライバルド・ブルースでアタック。ノーガード。ドライブチェック、ドロートリガー。レナードのパワープラス1万。さらに1枚ドロー。ダメージチェック。レナードでアタック。
ライルでアタック。ノーガード。ターンエンド。あえてパワーの高いレナードをガード。お利口なお前はどこに行った。あんた俺の心配ばっかしてるけどさ、次は俺のターンだぜ。ああ、お前の最後のターンになるかもしれねえな。暴れてみせろよ。ずいぶんと上からものを言うじゃないか。あんたがどんなに上にいようと、俺はその頂を超える。頂を超える剣、バスティオンプライムにライド。グレード4のバスティオン来いよ。引きずり下ろす。スパラーレ2枚を後列に移動。オールデンをコール。スキル発動。手札のダークストレインをコールし2枚ドロー。オールデンをコール。ダークストレインのスキル、グレード3のユニットはブーストを得る。スパラーレのブースト、オールデンでアタック。スキル発動。ターン中パワープラス5000。ノーガード。オールデンでアタック。ナタリアでガード。さらにライルとレナードでインターセプト。バスティオンプライムでアタック。ガード。トリプルドライブ。グレード3。セカンドチェック。ノートリガー。サードはチェック。クリティカルトリガー。ここでクリティカル。オールデンのパワープラス1万。クリティカルプラス1。見せてやる、昔の俺とは。ただあんたから勝ちが欲しくてわめいていた俺とは違う。バスティオンプライムのスキル、ドライブチェックでグレード3が出たので、バスティオンをソウルブラストし、グレード3のリアガードを全てスタンド。さらにパワープラス1万。バスティオンプライム、ここまでとは。スパラーレのブースト。オールデンでヴァンガードにアタック。スキル発動。このターン中パワープラス5000。オールデンの合計パワー73000。クリティカル2。覚悟を手に入れた俺の一撃、受けてみろ。ただ道を捨てたことは覚悟と呼ぶなと言ったはずだ。確かに俺は道を捨てた。そして次の道を見つけた。ブラックアウトでお前のまともじゃねえ炎は落ち着いたってことか。闇に紛れて考えた。俺はこの炎を消さなきゃいけないのか。そしてはっきり分かった。そんなことはできない。なんだと。燃えてなきゃ俺じゃない。勝つのは俺だ。違うな。勝つのは俺だ。ゴルマ・ギエルド、ライル、スティーブ2枚でガード。合計パワー78000。ここまでやって届かないのか。アタック。ノーガード。炎を消すことはできないと言ったな。そうやって熱くなって勝ちをもぎ取り続ける。お前はそういう生き方を選ぶのか。選べるってのか。俺にはそれしかない。傲慢だな。ブラックアウトに入って分かったんだ。自分のしたこと、受け入れてくれたみんな、自分の気持ち。心を燃やせば何かを否定することになる。いつか誰かとぶつかる。避けられない。俺は心を燃やせないことが一番怖い。いいぜ、付き合ってやるよ。俺のターン。お前、こうなると見越していたのか。あんたはいつも俺の一段上を言っていた。今までは。
あの時お前はあえてパワーの高いレナードのアタックを防ぐ道を選んだ。アライバルド・ブルースのスキル発動に必要なソウルの枚数は5枚。1枚足りねえ。レナードのアタックが通っていれば足りているはずだった。手札も全部使わされて補う手段もねえ。やってくれるじゃねえか。それでも俺が勝つ。スタンド&ドロー。イーデンをコール。ソウルチャージできるカードは引けなかったか。安心するのはまだ早いぜ。アライバルド・ブルースでアタック。ノーガード。チェックは3回。ここでクリティカルを出せば俺の勝ちだ。出ればな。勝利を分かつ分水嶺か。ここがそうだと思うのか。いや違う。ならどこだった。どこでこうなった。わかんねえな。ああわからない。あんたに仕掛ける一手一手、何が効いてくるかなんてわからない。序盤ダメージを抑える決断も、全力で攻撃する瞬間の見定めも、何をガードするかの選択も、全ての手に魂を込める。それがヴァンガードだ。特別な分水嶺なんて存在しない。全てが俺たちの分岐点だ。そして今この瞬間も。トリプルドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、サードチェック。ダメージチェック、アタック、ガード、グングヌラームのブースト、イーデンでアタック、ガード、ターン、エンド。俺のターン。ルクスをコール。覚悟はできたか。お前から覚悟を問われる。